あ、あ、あ。どうもー。ちょっと時間がないので早速買うんですけれども、ですね、こちらが右から、8000円、8000円、9000円、1万2000円なんですね。ちょっと誰か電話かけてきましたけど、一瞬このタイミングで。で、これが中古新品なんですけれども、窃盗じゃなくて、今ここでお金を入れて買うわけですね。自転車自販機って書いてありますけれども、こうやって新品がよろしい、新品の1万2000円がいいですか。防犯登録もちゃんとされてるっていうね、ここに。うん、やっぱ新品がかっこいいですか。安心で、これ暗黒のレースに参加したいんだけど、まあ私のため見向きもしないと思いますけども、私は勝手に国道8号線地獄のレースってことでやりますけれどもね。うん、まあまあこれはママチャリじゃないかもしれないけど、これはママチャリですね。うん、どっちが中古なんですね。だからママ中古のもう新品も同じ携帯だと思いますけれども、うん、どっちがいいですか皆さん。どっちかがにしてますけども、真ん中は置いといて、右か左かですかね。ハリハラというか、免許センターの前にある自販機なんですけれども、一人で、そう、9時から。いや真ん中はいいよ、真ん中はママチャリじゃないからね。真ん中はなんかこんな感じで変速になってるから、ママチャリじゃなくなっちゃうからさ、うん、もう8時スタ9時スタートなんで、急いで買いますけれども、どれがいいかなと思って。まあ真ん中が早い、一番早いと思うけど、電話がさっきからすごいな。じゃあ買いますよ。もう左か右かどっちかで、とにかく2択です。それ多かった方買います。左か右、一番高いのは左、1万2000円、右が中古で8000円、防犯登録はされてます。左がいいですか。1万2000円の方でじゃあ買いましょうか。時間ないしね、うん、中古の方がいい、左、どれでもいいんだけどさ、今の時間もうどこも、1万円札 OK って書いてあるから、1万円大丈夫です。1万円、じゃあ1万円、あ、なんかカウントされてるわ。鍵、あ、鍵はついてる。要は、ね、ここが閉まってるから取り出せないんで、今は鍵開いてるな、鍵の中で入れて、鍵と防犯カードなんか押してくるんですよ。で、書くんですけど、今入れるのは、あ、でも今あそこも閉まってないみたいだけど、ああ、本当だ、ちょっと今に住んでます、うん、ちょっと管理、うん、大丈夫かな。そう、今日だから管理人の人に来てもらったんですって。いや、わしも電話して、本当は今日休みらしいんだけど、1万2000円入りましたけども、もう1000円、はい、私は
あ、もう1000円は、うん、本当は1万2000円だけど、うん、今1万3000円出さないと入らないからちょっと1000円お借りしますけども、じゃなんか機械の故障で、うん、これで3番押したら、うん、大丈夫なんですか、うん、ランプついてない、もう一遍ランプ、でもこれでも押したらいけるんじゃないですか、おかしい、ならない、あ、やった、なあ、入りました、これで今ここがこの部分が開いたいことですね、おい、閉まってたので、防犯登録者どうされるんですか、これ、あ、ここから落ちとるはずなんですよ。ええ。うん、これの、こういう袋の中に入ってね。はい、はい。で、今、ちょうどこれが今、付いてなかったから、はい。ここに書きます。ワントロック。これ、買った。うん、これ、買いました。新品。じゃあここに住所と、はい、じゃあ先は電話ここに書いて、ここに書けばいいですか、はいはい、あ、じゃあちょっとじゃあこれ動かしてもらう、ちょっとこれ、はい、一緒に、あ、そうですね、わかりました、はいはい、はい、これだけでいかんかな、あ、住所、名前、住所、名前、電話番号だけで、あ、そうです、これ大丈夫ですか、うん、じゃあ、でも自分の機械もあるんですか、これね、はい、普通のこんな中に封筒の中に入って、こうやってキーと一緒にここへ押してくるわけなんです、はいはい、うん、それで、私はなんか、警察に届け、保管所に、わかりました、うん、これは、所有者控え、はい、でこれ警察、所有者控え、こっちだ、うん、これじゃあわしも取れ、うん、これ、まあ警察に出す、うん、出す、あ、わかりました、はい、じゃあ今で、うん、とりあえず警察はここに入れるんですよ、はい、ああ、そういうことか、うんうん、あ、ここに警察控えを入れると、はいはい、そしたら後日出していただけるということで、うんうん、ああ、わかりました、取り入れた、なるほど、これでもだいぶこれまで売れとられるんですか、この自転車、いや、そんなに、あまり売れないんで、あんま売れないですか、でも だいぶ前からありますよね、この自販機、もう7年ぐらい、7年もやっとる、7年か、7年もやっとられるのか、じゃあちょっとこれ出してみるかな、これそのまま、鍵はもう大丈夫、鍵入っとるね、はい、よいしょ、いい、すいません、よし、あ、真っ暗だ、ライト、よいしょ、あ、ライトもちゃんとついてるかな、多分空気圧はもうバンバンですね、新品ですから、うん、もうとか入れられたいと思われないで、いや、だもうパンパンですよ、これパンパン、いいです、ね、うん、ちょっと暗いからヘッドライトつけますけど、大丈夫そうだね、これで服今でもつかない、少しでも硬くして入れるなら、おまけで入れます、おまけで入れます、いや、大丈夫じゃないですかね、うん、24時間だから、うん、最悪どっかパンクしたら途中の駅でイタリアするんで、近場だったらね、電話あれば、うん、迎えに来てくる場で、そんな近くではさすがにパンクせんと思うけど、電話してないぐらい、電話しないやったら、買った当日ぐらいは、まあ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 、多分さすがにね、
市川あたりまでは絶対持つと思いますけども、うん、まあ、うん、悪いからちょっと、ね、夜遅くに来てもらったんでね、いやでも売れんもんかね。でもやっぱりあれですよね、免許センターで、うん、例えばメンテナントとかなった時にこれ自転車乗ればいいなみたいな感じですね、うん、まあ、そういう思惑でやってるんですよ、うん、やったんだけど、うん、案外みんなタクシーで帰ったり、あ、ね、まあ、メンテでもみんなは車で来るみたいよ最近、うん、車で来て、うん、何も免許停止になっても、うん、一応その日は車で来て、あ、その日はいいんだ、うん、いいみたい、あら、でそれは大変だよね、うん、わかりました、タクシーで、うん、タクシーで帰る、そうですね、タクシーか、みんなやっぱり自転車で、だってみんな富山県の人と朝日町とかでもここに来んねえ県外ですよね、うん、いや以前はそうだったの、あ、今違うんですか、うん、で今近くの警察署でも免許更新やるんです、あ、そうなんですか、うん、あら、魚津でもできる、うん、大きい警察署みんな、あら、それはじゃあ魚津まで帰れる、だからここまで来るのは違反のある人だけ、うん、あ、違反のある人は来んでいけんがか、うん、あ、それは仕方ないか、だから今は少なくなったね、あ、悲しいね、それはまた、タクシー以前だったらね、多い時だと3台ぐらい待機してたけど、うん、あ、免停用で最近は1台も、まあ、1台もらえんわけ、うん、で、バスも、ね、ガラガラって感じで、いや、でもなかなかない自転車の自販機なんていうのはなかなかないからちょっと珍しいからね、私もちょっと今日買おうと思った、テレビでちょっと出たりして、あ、テレビ出とったんですか、テレビは見てないんだ、今テレビ見て買うとかっていうことじゃない、いや、そうはじゃないんですけど、たまたま、いや、たまたまというか、まあ、ここに自販機あることはだいぶ前から知っとったんですけど、あ、そうなんですか、うん、いや、昨日テレビでなんかこう、あ、昨日、うんうん、昨日テレビで撮ってたんですか、で買って、あら、じゃあ、うん、その影響でまた人来られるんじゃないですか、いや少しはその影響かなと思って、あ、そうなのかな、と思ってね、いや、それとはちょっとまだちょっと違って申し訳ないですけど、やっぱこういう方いらっしゃるみたいな、やっぱりちょこちょこ開けとかんないな、そうですね、でも別に休日だから閉まっとるわけじゃないですか、休日はいつも閉まっとんの、うん、大体もうほとんどいないから壊れんから、ね、ああ、そういうことか、じゃあ平日の昼がたらいつも開いてる、まあうちも向こうにちょっと座りを一人とかやってるんで、今までまあ少ないからね、あんまりそのままにしてたりしてたけど、うん、まあ、テレビにちょっとで来ましたもんで、ええ、これからやっぱ開けとかんと、そうですわ、うん、いや、これ今放送見とれる方もね、うん、多分富山来た時は自転車買っていくんじゃないですか、多分ね、まあテレビちょっとあんま見てないから私は、でもテレビ見てなくても来るってことだから、うんうん、だから宣伝効果はすごいんですよね、やっぱり、うん、看板でガデガとかになったら、あ、この看板はね、うん、向かいから見えるか、あら、テレビの関係した人が見て、うん、あ、そういうことで、いや、ありがとうございました、今度、いや、来てもらって、お手数をかけて、いやいやいや、どうだったら行って、ね、ポンとやって、うん、うちも、まあ、ずっと、あんまりやってなかったもんでね、3番のやつなんか電気つかなかったから、あれと思って、うん、ちょっと、でも最近売れたんですよね、そこ、2番のところで売れて、あ、売れたばっかりだったんだ、2番のところで売れて、ほんで、ついにこれを、あったんで、これ、いい、あの、設定して、としたんですよ、うん、で3番はこの自販機が邪魔になるから、ええ、うん、ちょっとあんま使っておられんが、使ってなかったんで、うん、じゃあレアだったんだ、うん、あっちに売ったのがじゃあまた別のものなんだ、あのこれサングラス、サングラス、ああ、うん、サングラスとかあの眼鏡とかいろいろそういうようなものを、そういうもの売っとる、うんうん、こう1000円ぐらい、こうやって何か、あ、チョコレートでもあれば、うん、多分チョコレートで、まあ、うん、あ、こうやって回すの、このくるくるくるって、メガネ、メガネ、ガム、あ、原付の攻略本攻略本、まあ、非売品って感じ、
意外と、うん、意外と いい値段ですよ、13,000円。うん、そういったら、これな、うん、もう今ね、きちっとしたやつを全部こうやって作って、ええ、はい、で並べて、でそれをまだ作る、ちょっと時間がかかってるんですよ、作るのに。で、迎えて、ええ、このね、視力がはねられた人、うん、こうね、大体会うような、そういうことが、そんなこともできるんだ。で、念のためにね、ボタンを押して、はい、こう顔に合わせたり、あ、ね、面倒すんちょっと確認したり、で、ここで検眼装置、ちょっと、これからそうしてる、そういう仕様かなと思ってられます。それ以前のところをまだやってないもんで、眼鏡っていうのはまた、いや、私も免許更新ここでやっとるから、もしかしたらね、目悪い時これでお世話なるかもしれん。ありがとう。いや、ありがたいですよ、これは。万が一でね、なんか平日なかなか休めんからね、せっかくの休みに来て広く会わん言うたら、ここで買わざるをえんってなって、お土産ってか、ね、お助け品ですね、まさにね。お土産もね、なんかお土産とか近くに、なんかそういう作っとるとこあるから、うん、なんかやろうかな、もうだけど今のところ富山県の、お土産とか、ね、ちょっと足もなんかで、ちょっと電話かかってきた。じゃあ足もね、そろそろスタートが近い、うん、はい、ちょっとそろそろじゃあ行ってみましょうかね、9時スタートなもんですから、いや今日ありがとうございました。一人で、とりあえず私一人になっちゃったね。いや一応ね、人を集めたんだけど誰も集まらんだから一人になっちゃった、ね、うん、じゃあちょっと行ってきますかね。気をつけて。ありがとうございました、本当に。八号線ずっと、ずっと福井あたりまで。うん、から。ありがとうございました。じゃあちょっと私も放送を切りますわ。はいはい。これ剥がしてた方がいい。これ剥がしていきます。テープついてもらうかな。なるほど。はい、鍵もバッチリ、はい、押して出すやつかな。ちょっとこれじゃあ、はい、どうもありがとうございます。いや、なかなか、ちょっと私も宣伝しておきますわ。ここはい、じゃあ一回ちょっと放送は切ります。ありがとうございました。終わります。皆さん9時からスタートなんで、電池ももったいないんでね、終わります。